どうもなおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も最強の TNT モッドやっていきます。この TNT モッド本当にねたくさんの爆弾があってめちゃくちゃ面白い。さあ今日はこれだね。まずはエブリシング TNT で LGBT TNT でこれなんだレイリーなんだキャピーわからんでこれもあるしタイムウェザーライトニングでは、まずはこれだね。エブリシング。すごくカラフルなやつなんだけども、これはどんな感じになるんだい？どんな爆発だ？うん？増えるね。あ、なんか、いろんな敵が出てくる。な、うわわ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 。なにこれ？急に重くなった。全部の、なんだ。モブとか、アイテムとか、それがすべて出てくるやつか？なんだこれ、めちゃくちゃ重い。やばいなこれ、重すぎる。なるほど、ちょっと離れると、マシになるね。いやーでもなんか、綺麗だな。でも綺麗なだけで、別に何にもなりそうにないな。そして次が LGBT。なんか虹色みたいな感じだね。これはどうなるんでしょうか？どうなる？おお！何これ？すごい！なんかカラフルな世界になっちゃったね。で、次がこれだね。リアリークリーピーかなんかかな？行ってみろ。どうなる？すごい茶色いやつだけども。あれ？ああ、なにこれ？あ、さっきのやつが、なんか、地面とかが虹色になるやつだけども、これは、茶色になるやつか。あ、ということは、この黄色は、黄色くなるんじゃない？これ。ここら辺多分同じ種類だ。どうだ？I love cheese って言ってる。ちょっと待って。うるさい。うるさかったな。ということで、次はこれ。時計だね。これはもうわかりやすいよ。これ時間変えるんでしょうよ。今朝だから夜になるとかでしょ？ほら。で、これが、晴れと雨を入れ替えるやつでしょ？さあ、来い。レイン。はい。雨降った。で、これが、ライトニング。これ間違いなく、雷だろ？どうなる？うわ、びっくりした。かなり広範囲じゃない？範囲がこれ、えぐいな。これ、範囲やばいね。ちょっと待って。離れてみよう。どんぐらい？うわぁ！かなり範囲がある。これすごいね。あ、じゃあさ、もう今日は、これでいこう。この雷を使って、エンドラをボコボコにしてやりましょうか。多分速攻倒せるよ。さあ、それではこのカラフルになった世界のエンドラ、ワンパンで倒してみたいと思います。ワンパンにいけるかな？まあ、とにかく、この雷ブロックをめちゃくちゃ置いて、一気にやってみましょう。よっしゃ、今だ！行くぞ！どうだ？外したー！行け！今度こそ！外してる！これ当てるのめちゃくちゃ難しいぞ！チャンス！行け！当たれ！モロだろ！え？全然ダメージない。もうやけくそです、これ。本当に。もう最後これやけくそ。くらえ！もうそろそろ倒れてくれ！頼む！
ローだ。どうだ、これで倒せてくれ、頼む。いけー。なんかいかんねえ。最後のあと一発になってからダメージがね入らないんだよな。なんだこれ、エンドラもう雷耐性がついちゃったか。全くダメージが入んない。もう終わらせましょう。はい、何だったんだ。はい、ということで今日も最強の TNT モッドやってみました。雷弱かった。見た目すごい派手なんだけど全然弱かったね。普通に殴った方がいいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。